はい、皆さん7月です。さあ今日もミニトマトできておりますよ。さあ収穫からお世話していきましょう。さあ、うわーいいですね。もう宝石のようなベリーガーデンができております。さあこれを収穫してまいりましょう。はい、チョキンチョキンと収穫してまいります。本当に美味しかったですね。うわー見てこの綺麗な、これタッパに入れていきますけども、はい、房になってできるからなんか本当にいいですね。おっとっと、このグラデーションがいいですね。はい、ここにもできておりますよ。はい、それでは収穫していきます。はい、そして、この誘引をしていきましょう。もうすぐこの頂上に達しますね。頂上に達したらこの頂点をプスと切ってあげたらいいと思いますけども、もうちょっとですね、もうちょっとでこの頂点に上り詰めることができるぐらい伸びます。結構伸びますね。僕の身長ぐらい成長してますね。はい、ここで結びます。よいしょ。はい、この8の字を作って余裕を作ってから、はい、ここでこの支柱の側で結ぶということです。さあそして脇芽を取ってまいりましょう。もうこの下の方はね、もうあのイラン葉っぱとかありますけども、ここから上が勝負です。いきましょう。はい、このずいっと軸をたどっていくと、おここにでかいのがありますね。はい、これが葉っぱでこれが脇芽です。こんなに成長してしまいました。はい、この脇芽にね、できちゃってますけども、こっちの脇芽が成長しちゃうとこの成長にね、養分が取られてしまうので、これかわいそうですけども切っちゃいます。そしてこれ分かりやすい、これ分かりやすい脇芽ですね。軸と葉っぱの間から脇芽、カットですね。そして、はい、これも分かりやすい脇芽が生えておりますね。これもカットですね。よいしょ。はい、そして、これも分かりやすい脇芽でございます。葉っぱと軸の間の脇芽をカットです。はい、そして、はい、ちょっとこの脇芽が生えそうになっておりますけども、ちっちゃいのはもう手で摘んじゃいます。そしてこれも脇芽ですね。この軸と葉っぱの間の脇芽をカットする。はい、これが軸ですね。これが軸ですから、これ脇芽いっぱい生えてますね。はい、こっちの葉っぱとこっちの葉っぱの間からこの脇芽が生えておりますので、これをカットします。はい、はい、もうちっちゃいのは手で摘んじゃいましょう。という感じで、トマトをお世話してまいりましょう。